はい、こんにちは、カズボウです。トルネコの大冒険続きやっていきたいと思います。今回なんですけど、目標がね、ベッドだね。目標金額が5万ゴールドで大きくなるので、まあ1回で行ければいいんだけどね、ある程度大きくして、まあ行けたら行くんですけど、1パートじゃきつそうだよね。で、とりあえず行くときに、ドラゴンキラーと、罠抜けの指輪け、前回取ったので、これと、あと、三日神でいいかな。カウンター手でもいいけどね、プラス3あったけど売っちゃいましたね。まあいいですよ。はい。ということで、これを持っていこうと思います。じゃあもう早速行っちゃいましょう。とりあえずね、まあスルスル行こうかなとは思いますけどね。5万ゴールドは結構ね、遠いので、罠抜けは美味しいですよ、これ。罠関係ないですからね。ドラキーの動きいいね。フラッシュが高いとやっぱもういきなり一撃なのは美味しいですね。前回結構適当にやってたので、もう食っちゃうか、一回で。お、まあ落っこってけど少ないよね。なりほうか。これ変化の杖でやばいのに変身したらいきなり終わるんで、なりほうって言ったね。なりでいいや、わかるから。変化の杖だった時まずいんですけど、ちょっとね、確か1階でも1階にいるはずのないモンスターに変わったと思うんですけど、トルネコ1は2もそうなんかな。いけばレベルはね、今武器とかあるので、ないとねまたきついんですけど、あるので武作これも倒せんだよな。まあ無理に倒さなくてもいいか、回ってりゃいいか。お、アメジストインパス、ああちょうどいいね。拾ってしまった、拾ってしまいました。腹減らず、これはお腹減りません。パンいらないです、もう。なんだけど罠抜けの指輪でね、罠防げるので、まあうっかりやられてしまうってことが、まあこっちの場合はあるかな。ちなみに腹減らずはトルネコ1にしかなかったかな。あまりにもチートアイテムすぎるので、これはこれあることによりも簡単になってしまいます、このゲームは。罠抜けも大事だけどね。だから要は腹減らずあると何ができるかっていうと、レベル上げ放題、地震が起きるまで。しかもリエミト拾っちゃったし、5万貯めるか。よし、じゃあ5万ゴールドを貯める旅です。前とは関係ないですね。はい、呪われてようがお腹はね減りません。どんなに動こうが 100%。 呪われてんのか。パンいらないね。パンいらず、最高。じゃあ笑い袋いるところでお金稼ごうか。やられたくないので、まあ、次からこれ持っていけばいいか。ちょっとチートアイテムだけどね。簡単にお金貯まるんで。店最大になったらもうね、27階までね、行っちゃいます。まあ、10階ぐらいでしょうね。いるの。9階、10階かな。ドラゴンキラーか。シールドがちょっと欲しいな。だからちょっと回りますけどね。こういうところにあるからね、このゲームね。
ただ腹減らずに慣れちゃうと、普通にクリアするのが、まあ、簡単になっちゃうから、腕はね、落ちちゃうんじゃないかなって思うんですけど、さなか、呪い解けました。呪い解けても、まあ腹減らず。こんなもんいらないか。罠抜けは取っときましょう。落ちちゃうかな。落ちちゃう。レベル上げようか。弓矢がねえのか。まだちょっときついかな。3発でいけんだね、でも。ほどレアな武器じゃないともう拾わないですよ。
ああ、うぜえ。よし、貯めよう、お金を。よし、笑い袋でお金を貯めます。あら、あー、うざいな。もう一回下行くか。10回やる、ためようか。稼ぎ作業。5万ゴールドでしょ。腹減らずあるから余裕だもんね。
4階に戻ってるんですけど、うろうろしてたらね、お金貯めてうろうろして、まあ、出たり何回してたら、ドラゴンキラーね、倉庫に預けないで、間違って売ってしまったので貼り直したんですけど、正義のそろばん拾いました。最強装備ですね。今拾ったんですけど、払えらずもね、守ってるんですけどね。ドラゴンキラーでもいいんだけどね、これね。ということで、ちょっとリリミットの巻物をおーっと取らないとダメな状況なので、ちょっと危ないな、これ死んだらアウトですね。正義のそろばん最強なんで、ドラゴンキラーとか持ってるとね、やっぱり確か属性とかあったと思うんだけど、まあいいか、とりあえずドラゴンシールドの方がいいかな。あとはぐれメタルの盾も拾いましたね。ゆっくり行くか、払えらずあるから。死んだらやだし。すげえ強くなんだけど、なんだこれ、こんな強かったっけ、正義のそろばんって。剣の強さ12あるもんな。そこ鬼に金棒ってやつだね。だからあとね1万2000ぐらいかな。笑い袋とか倒して5万貯めるって言ってましたよね。これマックスにしちゃうか。預けりゃいいもの売っちゃいましたね、間違って。笑い袋いっぱい貯めて5万ゴールドにしましたぐらいのね感じにしてやろうかと思って。おう、罠抜けも売ってしまいまして、おう、逃げろ。こんなん何なんだろうね。まあアイテムはあそこで充実しますね、これでね。危ねえやつだけ目つぶしとかやって、おわ、危ねえ。強えな、正義のそろばん。本作ではね、ドラゴンキラーの方が全然強いけど、トルネコね、メインのゲームなんでね。あ、メッキ拾った。
バシルード。うろこもいねえかな。よし、こんだけあれば大丈夫かな。最低だね。見せたら分裂するからね。間違って打ったりしないようにしよう。目つぶしか。落っことしたドラゴンキラーあったね。あ、マックスじゃなかった。いいや。目つぶしはいざという時いるから、まあいいか。よし、持って帰ろう。あれは。くれ。くれ。1万いくらか貯めればもうクリアだね。パスがないのか。トパーズは綺麗な指輪かな。
力の指輪か綺麗な指輪だと思うんだけどな。さて、鉄の金庫だね、これはね。違うのが来たの今。メダカいるよ。本気で勘弁してと思ったの。まだか。これもいらないっしょ。たまるもんね、こうあったらね、嫌でもね。こんなことやっててね、出てね、うっかり売ってしまわないように。広いな。金縛りかな。
あと弓上がればいいんだけど、無理だな、これ。倒せないな。分裂だったらアウトなんだけどね。封印だ。封印したところでしょうがないんだな、これ。封印か。封印ってことは、ベビーサタン。封印だろ？あ、違う。封印じゃねえじゃん。モルバだ。パー半分減ってるわ。モロバ。ってことは、振れば、こっちが HP 半分になるけど、一撃で倒せるから。強いモンスターとかね。でも、モロバって多分回数少ないと思うんだよね。あ、だからさまよえろ一撃だったのか。戦いたいところだけどね。さて、どっちのドラゴンキラーがいいんだろう。あ、シャナクあんじゃん。よし。とりあえず結構時間来てしまいましたので、なんだかんだうろうろしてたら。正義のそろばん拾ったんでね、落とさないようにね、クリアして。まあ、そうだね。お金を次回に、じゃあ1万ぐらいで、あと、そんぐらい貯めれば、お店大きくなるので、まあそこ、残り攻略と20回まで行こうかな。まあ、そんな感じでやっていきたいと思います。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターなんかしていただけるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。